はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の極座標と極方程式3をお送りします。で、前回から問題演習始めて、ちょっと違うタイプの問題演習なんですが、今回2問これやりますので、まず1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいと思う方は、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は、ま、AB、極座標ね、について考えてて、2点が与えられてると、AB がね。その時、AB の長さと、ま、三角形 OAB の面積を求めると。これすごく有名な問題で、ま、教科書とか参考書とかよく載ってるんですけど、で、このタイプ、ま、この問題ね、っていうのは、図を書いて勝負すると、すごく簡単に倒すことができます。で、どういう図を書けばいいかっていうと、まず極座標でしょ。で、O を極としてるんで、始線始まりの線ですね。始線を、まあ、適当に書きますと。OX とかってしてもらって構わない。真横。ちょっと下がったけど許して。で、この後なんですよ。で、こっからまず A と B を、まあ、そんな適当って言ったらあれだけど、この辺かなんて構わないで書いていきます。で、A って、これ今 R と C だね。極座標で表されてるけど、ごめん。ほんとカミカミ。まず、6分の π なので、始線から30度。6分の π って30度ね。30度傾いたところにありますよって。で、距離が O から2のとこに A がありますって言ってるから、まあ、30度なんで、この辺にしようか。こうね。で、これが、ここが30度、6分の π。で、長さが、ここが2になってます。これが A の場所なのね。で、同様に B を考えると、長さは4です。で、6分の5π なんで、150度ですね。回したところ。この、ここを元に150度回してるので、ちょっと点線伸ばそうか。こうしたときに、まあ、長さはちょっと伸びるんで、まあ、うん。斜めになったけど許して。こんな感じ。で、これが、色を変えましょうか。ここが、赤のとこね。これが6分の 5π、150度です。で、長さが4になってるよって。で、そのときに、まず1番、この AB 求めたいんですよね。で、そうすると、今、三角形 OAB できてるじゃないですか。で、長さ4ですよね、ここ。ここ長さ2ですよね。で、今、6分の π と6分の 5π が分かってるので、ここの角度出せますよね。なぜなら、6分の 5π から6分の π を引いてあげれば残るでしょ、俺が。つまり、6分の 4π。まあ、3分の 2π ですね。つまり、120度なんですけど。点が分かります。じゃあ、AB 求めましょう。何使いますかって。長さ2個出てて、まあ、求めたい AB のこの角度も出てると。はい。ってことで、予言定理使います。で、終わりっていうね。すごい懐かしいですよね。予言定理とか。予言定理使っていくと、AB 求めたいんで、求めたい AB の2乗は、まず残りの辺の長さ2乗します。4の2乗で16、プラス、もう1個、2の2乗で4。マイナス2かけるここの長さ。4と2ね。に、コサイン、ここの角度。3分の 2π ね。まあ、今単元違うんでね、普通に計算しちゃってますけど、あれ予言定理でなんだっけって思う方は、自分動画撮ってますので、そっちちょっと見てもらえたらと思います。で、コサイン3分の 2π、コサイン120度ですね。120度なので、マイナス2分の1か、こいつ。こいつがマイナス2分の1。じゃあまとめていきましょう。AB の2乗イコール、マイナス2分の1なので、プラスプラスに変わって約分で消えると。つまり8ですよね。だから全部足すと28になります。で、2乗外したいと。2乗外すと、ちゃんとやるならプラスマイナスルートがつきます。こうやって。で、ルート、右に行こうか。プラスマイナス28っていうのは 4×7 なんで2ルート7になる。ただし、今 AB っていうのは長さの話をしているので必ず正になんなきゃダメ。長さが降ってないからね。で、正より、つまり求めたかった AB は2ルート7でした。よと。これで終了となります。インクごめんね、ちょっとね。で、2番が三角形 OAB の面積ですよね。で、これもよく見ると面積出したいと三角形。
長さ出てます、長さ出てます、ここの角度分かってます、もう全部揃ってるんだよね。でこれ下に行かなくても右で入るからここでいっか。あ、面積 S って置いちゃいます。面積、まあ、サイン、コサイン使っていく、まあ、サインか、使っていくんですけど、面積は2分の1かける、かっ、この長さね。4かける2、それに間のサインをかけますと。サインが3分の2倍。これが三角形の面積の求め方です。だから2分の1かける長さ、長さ、間のサインです。で、サイン120度なんで、あいつ2分のルート3になります。こいつね、2分のルート3で約分してしまうとこうで、ここも約分できるか、こうだから残ってるのは2分のルート3なんで、これが答えと。これで終了です。なのでやってることはすごくシンプルなのね。最初にこの図さえかけてしまって、あとは余弦定理とか、まあ、面積の公式は使いますけど、計算してるのはそれだけなので、ぜひこんな感じでやってみてください。では今回は高校数学数3の極座標と極方程式丸3をお送りしました。今回も最後までねご視聴いただきありがとうございました。で次回もね続けて、まあ、問題演習やっていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。